だぞ。子供たちが泣いてるんやったら救うのは親しかおらんのよ。で、そして子供たちを泣かしてるのがお前らだったら、俺ら親はお前らに文句言いに来る。こんなこと当たり前の話や。で、それを俺らを盗撮して暴言吐いて逃げ去っていくような弁護士会館から出てきた弁護士がおる。クソみたいな。なあ、動画撮っとるから告訴したるから待っとけよ。なあ、ほんでこの弁護士会館からね、我々の肖像権も一切考えず盗撮しとったやつ、これも動画に残っとるから、この弁護士会館の敷地内から撮っとって言ってたからね、弁護士会館に対してこれにね、我ら告発するから、お前らよう待っとけよ。弁護士の皆さん、一部の弁護士の皆さん、あのですね、先ほど僕、弁護士会館から出てきた方からですね、うるせんだよと、通りすがりにぐちゃぐちゃうるせんだよって言いながらすごい通らせてくれられたんですよ。どういうことですかね、弁護士さん。弁護士さんってそんな人なんですか。頭の今が偉そうやろ。偉そうですわ、本当に。そんなすれ違い言わないで堂々と言えばいいじゃろうが。ちゃんと話そうよ。ああ、子供を無理やり引き離して、なあ、そういうの示唆してる一部の弁護士がいれば、チラシを配ってる人間にうるせえなって隣でね、すれ違いながら言ってく弁護士がいたんですよ。どう思いますか、弁護士会館から出てきた皆さん。ひどい話ですよね。盗撮はするわ、愚痴は言うわ、隣で文句言うわ、弁護士ってそんなもんですか。弁護士で、一部の弁護士の皆さんだと思うんですけどね、弁護士会館から出てきた人にそんなこと言われるなんて思わなかったですよ。弁護士さん、なんとか答えてください。どうなんですか。ぐちゃぐちゃ言われましたよ、横通り下がった時に。うるせえなと。うわ、弁護士怖っ。ぐちゃぐちゃうるせえなってね、横を通り過ぎた瞬間に弁護士会館から出てきた人から言われたんですよ。ねえ、皆さん、この街を歩いている皆さん、どう思いますか。家庭裁判所から出てきた皆さん、ねえ、弁護士会館から出てきた方からぐちゃぐちゃうるせえよって真横でね、通りすがりながら言われたんですよ。そんなこと言わないでもいいじゃないですかね、弁護士なら。ねえ、弁護士さん、盗撮したりぐちゃぐちゃ言ったら本当になんかかっこ悪いな、日本の弁護士は。どういうつもりじゃ。子供を引き離すようなことを一部の弁護士は示唆したりな、成功報酬もらってたりよ。子供を引き離すことで成功報酬もらうような弁護士おらんやろ。何考えてんじゃお前ら、マジで。ああ、食らわすぞ一回、ほんま。なあ、なあ、子供たちが泣いてるんですよ。で、大好きなお父さんお母さんに会いたい、じいじばあばに会いたいね、助けてくださいとね、子供たちが泣いていますね、親たちも必死に叫んでいます。子供たちに会わせてほしいと、だから弁護士さんに相談させていただいてるんです。でもね、一部の弁護士さんは子供たちの涙を無理やりお金に変えています。無理やり子供たちと大好きな、世界で一番大好きなパパママと引き離しています。ね、弁護士会館さんの中にそんなことしてる弁護士はいるんか、いるんかな。盗撮するような弁護士がおるぐらいだったから。ああ、隣でぐちゃぐちゃ文句言ってそのまますれ違っていく弁護士もいたからな、いるんじゃろうな。そんなことせんでくださいよ、ね、弁護士はかっこいいまんまでいればいいんじゃないですか。子供たちが泣いている、子供たちが会いたいと叫んでるんだったら会えるようにさしてあげてくださいよ、ね、家庭裁判所の運用が
月1回2時間とかそういうようなことを言ってるんだったら、弁護士さんが、相手方の弁護士さんでもね、それ以外の弁護士さんでもね、子供たちが会いたいと言ってるんだからもっと会わせてあげましょうよとね、引き離すことはやめましょうよとね、そのくらい言ってあげたらいいんじゃないですかね。月1回2時間とかそんなレベルじゃなくって、もっと会わせてあげた方が子供たちの利益も福祉になるなとね、子供の権利条約ね、批准してるんだから、そのくらいのことはできるでしょう、弁護士さん。ちゃんとやってくれよ、仕事なあ、頼んますわ、ほんまに。それから家庭裁判所の調停員、調査官、裁判官の皆さん、ね、子供たちが引き離されて泣いております、ね、大好きなお父さん、お母さんに会いたいと、ジーズバーガーに会いたいと、ね、月1回2時間じゃ納得できないと子供たちが叫んでいるんだ。だったらお前らが、ね、家庭裁判所の調停員、調査官、裁判官、あんたらが合わせてやれるように努力したらええやろうが、なあ、なんでそんなことをせんの、なんでそんなことをせんに月1回2時間で十分とかアホみたいなこと言うちゃうの。十分ってなんだよ。なあ、お前らが決めることじゃないんじゃボケ。なあ、家庭裁判所調停調査官、裁判官、お前らが月1回2時間とか決めることじゃないんじゃ。なあ、それを決めるのは子供たちやろうが、なあ、お前らじゃないよ。なあ、だからな、お前らの相手方の引き離しをしている弁護士が合わせないと言ったら、合わせるように仕事するのが裁判所やろうが、なあ、子供たちが会いたいと言っているんだったら、なあ、無理やり引き離そうとして成功報酬を30万とか取って子供たちに合わせないようにしている弁護士さんを、ね、あんたらが、いやいやそんなこと言わずに合わせてあげましょうよって言うのが弁護士やな。あ、ごめんなさい、裁判所じゃないんか。なあ、裁判所調停員、調査官、裁判官は弁護士のそう言ってるところを無理やり引き離そうとしている一部のバカな離婚弁護士たちをな、合わせてあげるようにしなきゃあかんでしょう。ね、子供たちがそんなことは望んでいませんよとな、調査から調査でもそういうふうに望んでないんだったら、ね、合わせてあげるようにしてあげなきゃダメでしょうっていうのが家庭裁判所調停員、調査官、裁判官の仕事じゃないんか。な、そのくらいの仕事せんか、金もらっとるんじゃがな、ボケ。ええか、ね、家庭裁判所調停員、調査官、裁判官の皆さんね、あのね、僕らがね、言っていることはね、子供たちがね、月1回2時間なんて全然十分じゃないって言ってるから言ってるんですよ。ね、あなた方も知ってるでしょ。ね、未成年の子が国を訴えてるんですよ。お父さんに会いたいと、お父さんにもっと会いたいと言って国を訴えてるの。なあ、調査官調告書には僕の予定よりもお父さんと遊ぶ予定を増やしてほしいと、そういうふうにちゃんと伝えましたと言っていたぞ。なのに調査官と裁判官が出した答えは月1回2時間で十分だそうです。それは未成年の子も怒りますわな。もっと会いたいって言いますわな。2時間じゃ足りねえんだよ。だいたい月1回、2時間、1年間、365日でたった1日だぞ。そんなの子供たちが納得するわけないだろ。ずっと会って遊んでた子供たちが、なあ、あんたらのその勝手な判断で月1回、2時間とかにしてるんよ。だからそれやめておいてくださいね、ほんとに。エスピックに甘くらにするんじゃねえのか、お前ら。ね、弁護士会館の皆さんね、家庭裁判所の皆さんね、家庭裁判所の調停員、調査官、裁判官、一部の親子を引き離している離婚弁護士の皆さんね、あんたらが結託して会食かなんかしてるかもしれんけどな、なあ、そんなんで甘くらにしてるんやったら、
もっと子供たちが会いたいと思って会いたいと言える社会にしたれやな。それがお前らの仕事じゃないんかな。そのためにあんたらがおるんちゃうんか。特に弁護士、あんたらがそういうことしてなんてどうするよな。そんなところで何のことやってないでね、文句があるんだったら出てきなさいね。お願いしますよ弁護士さん。はい、交通工事の皆さん、大変大きな音で申し訳ございません。私たちはですね、両親の離婚に巻き込まれた子供たちがね、離れて暮らす親に会いたい会いたい、涙を流しながら離れて暮らすパパに会いたい、まあ離れて暮らすママに会いたい、泣きながら訴えてるにもかかわらず、一部の離婚弁護士たちが離れて暮らす親と会わせないようにして成功報酬を取っている、このような子供たちの涙で飯食うような離婚弁護士のね、間違った金儲けの仕方をしているような離婚弁護士をね、なくすために我々は本日ここ弁護士会館前でこのような抗議の声を上げさせていただいております。はい、それではね、先ほど到着しました杉本先生、お願いします。はい、日弁連会長の荒先生、お宅の磯弁さん、どんな仕事してんですか。この前なんか判例集載ってたけど、あの病気のお母さんが子供と会えないって時にお父さんの方の代理人やって死ぬまで会わせなかったんですよね。これが荒先生の、荒先生のね、社会正義なんですか。離婚事件ってね、子供がいるんですよ。依頼者の利益だけ考えればいいってもんじゃない。そうだ。相手のお母さん、何かそのね、絶対に会わせちゃいけないほど日があったんですか。子供はお母さんと会っちゃいけないんですか。それをやったのは日弁連会長の荒先生の磯弁事務所ですよ。そうだ、日弁連の会長自身が子供の引き離しをやっている。そんなところに私は毎月数万円搾取されてるんだ。なんでそんなところに加盟しないと俺仕事できないんですかね。私はこんなところに金が払いたくない。日米に脱退する事情を求める。家庭裁判所もそもそもね、なんで最初に子供を連れ去ったかをね、親権者に認めるのか。子供ね、あのね、夫婦仲が良くないって時にね、離婚調停まず始めてさ、あのまずその時同居してても最初にさ、うわ、子供を連れ去った母親を看護師だと認めるんだよな。そんなんでまともな判断できますかね。その女はさ、毎日ツイッターで旦那の悪口言ってんだよ。自分のやったこと全く顧みてないのよ。その中でね、悲劇のヒロイン気取ってる、そういうやつを看護師にして、そして子供はどんどん片寄そかになってんだ。そういうものを助長してるのは家庭裁判所だ。子供を連れ去ればそっちが正義、子供を連れ去れたか悪、そんな認定してる限り家事手法は変わらない。そして荒会長のような弁護士が金儲けできることになる。今すぐそんな制度いつまで続けるのか。おかしいだろ、調停員考え直せ。日弁連家庭裁判所、あなた方にはな、自助能力がない。はっきり言って私はお前らが変えるとは思ってない。立法で変えて裁判所っつうのは恥ずかしいところだと。日弁連から弁護士事情取り上げなきゃいけない。そこまでね、立法で解決しなきゃいけないと思う。そうだ。日弁連ぶっ潰すぞ。はい、このようにね、子供たちの最善の利益を考えてくださる弁護士さんもいてるんですよ、このように。ね、先生ありがとうございます。ね、これがまともな先生ですよ。ね、この先生知ってますか。東京の家庭裁判所の頂点や調査官、裁判官やったら知ってるでしょ、この先生。ね、親子引き離しは児童虐待だ、
月に1回2時間とかわけのわからん調停員や調査官、裁判官が言い出したら、子供たちと別居心をもっと合わせないといけないだろうって怒ってくれる先生なんですよ。で、月に1回2時間で子供が満足するのかって調停や審判で怒ってくれる先生ですよ。で、こんな弁護士が増えなければならないんです、この日本という国は。ね、もちろんね、こんなこと我々の団体の代表が言ったらダメかもしれません。単独親権制度でもね、このような弁護士の先生がたくさんいたら、我々はもしかしたら単独親権から共同親権制度に法改正を主張してないかもしれない。それはなぜか、単独親権のままでも両親が離婚したって子供たちと親は自由に会えるようになるからですよ。こういうような離婚弁護士、このような弁護士さんが増えない限り、我々は共同親権制度への法改正と共同養育社会に向けてね、全国各地で国民に知っていただく活動、周知活動、社会運動をしていかなければならないんですよ。で、これをね、この弁護士会館、ね、そして日弁連、ね、所属するこのようなね、ところに、我々は全国の家庭裁判所や弁護士会館、ね、このように訴え上げていく。はい、ちょっと休憩、まあ、あれさ、トラブルを起こしてきてんのは離婚弁護士やったね。うるさいとか盗撮して暴言を吐くようなクソみたいなしょうもない小じきみたいな弁護士だからね。弁護士会館の弁護士さん、前に止まってるトラック見てよ。ウルトラマンの父ね、ウルトラマンの父が映っとるわ。ウルトラマンでも子供と自由に会いよるがな。なんで人間は会われへんねん。犬でも猫でも子供を奪われたら怒りよるぞ。動物でも子供を奪われたら怒るんやぞ。命を懸けて子供を守るんやぞ。それをな、子供を奪われた親たちが抗議の声を上げてうるさいっていう弁護士どこにおんねん。どこにいるんだな、親子と、あ、ごめんなさい、親と子を引き離して成功報酬30万とか取ってるようなしょうもないクソ離婚弁護士に本当のこと言われてうるさいだの盗撮して暴言吐いていくような、こんな弁護士が日本にたくさんおるわけよ。礼儀作法所作もわからないね、モラルもわからない、人としてのね会話もできない、子供たちの涙で飯食うような、こんなしょうもないクソみたいな離婚弁護士がおるわけよ。ね、そして今このマイクのね武器で言うたら、家庭裁判所の職員か弁護士会館の職員しか110番通報する人間おらんのよ。ね、どこに周りに
ねえ、この周りに誰か住んでる場所あるんよ。どこに会社あんのよ。何百メーター離れとんねん。なあ、後ろ公園やで。後ろ公園、建物ここで一番近いのどこよ。弁護士会館と家庭裁判所やんか。で、ね、何がや武闘番通報やねん。アホかっちゅう話やんけ。武闘番通報して何かなったんかい。我々許可取ってやっとんねん。法律守ってやっとんねん。俺らは法律守ってやっとんねん。日本国憲法で定められた表現の自由ね、こなんで政治活動やっとるんや。警視庁に許可だね、取っとるんやな。社会運動は国民が認められた運動なんよ。だから警察来たって何もないやないかい。今お前さんそこにおったって俺らやめてるか。クソみたいなしょうもない小じき弁護士な、お前ら法律守ってないやないかい。法律守ってないやつが法律を守って社会運動してる人間に対して110番通報するんか。お前らお笑いやな、ほんま。なあ、やめてまえ、そんなん。弁護士なんかやめてまえ。なあ、盗撮して、肖像権侵害して、安全なとこで逃げて、なあ、堂々と出てきて、取ったらええやないか。取らせていただいていいですかって。許可得て取ったらええやんけ。断れへんわ、俺は。こそこそやるから腹立つんじゃ。なあ、そして何回も言いますよ。子供たちの涙で飯食うてるような離婚弁護士、今すぐ出てきなさい。子供たちは涙を流して離れて暮らすように会いたい会いたいと遺書を残して死んでいった、自殺していった、この子供たち、この子供たちのね、東京屋のね、弁護してた委任を受けて同居屋の弁護士、ね、このような弁護士、今すぐ出てきなさい。ね、あなたたちが親子を引き離したせいで、この昨年12月、我々の知っている小学校5年生の女の子が離れて暮らすパパに会いたいと遺書を残して自殺した。お前らそれで成功報酬を得て自分の子供たちいいもん買ってあげてええ飯食わしてあげてんのか。一方の子供は自殺して自分の子供はいいもん食べてええ服着てなあ、それで胸につけてる天秤の金バッジ誇りに持てるんか。子供たちと金と天秤にかけて金の方が重たいんか。お前らは子供と親を引き離して成功報酬30万偉いんか。子供たちのための養育費成功報酬取って偉いんか。日本以外の先進国では子供たちの養育費から成功報酬取ってる弁護士なんかいてないんやぞ。なんでかわかるか。国際条約である子供の権利条約36条にはなんて書かれてるんや。よう調べてみ。おたくら弁護士やったら知ってるんやろ。わからんかったら今すぐスマホで検索かけてみろよ。子供の権利条約36条には何て書かれてるんや。ねえ、権利条約見直してみろ。そして子供の権利条約9条には何て書かれてるんや。子供の権利として父親は父母と引き離されない権利っていうのはちゃんと明記されてるやろ。そして日本国憲法98条2項には何て書いてるんや。六法全書開いてみ。日本が批准した国際条約は遵守しなければならないってこのように書かれてるやろうが。そして大阪高裁判例ではね、昭和26年11月5日の
大阪高裁判例では、日本が批准した国際条約は、日本の公的機関並びに国民一人一人が遵守しなければならない義務を負うという判例が出てるんやぞ。おたくら弁護士やろ。それでも両親の離婚に巻き込まれた子供と離れて暮らそうを引き離して成功報酬30万取ってるようなクソみたいなカスみたいな、年収200万や300万のそこら辺のフリーターと年収変わらんような離婚弁護士が偉そうにな、うるさい言うて文句言うなって。な、文句言うんやったら立ち止まって文句言え、逃げながら文句言うな、こらな。それを負け犬の遠吠えって言うんやぞ、よう覚えとけ。誰か行け、誰か行け。どうぞ行こうか。あ、弁護士会館の皆さん、聞こえてますよね。今日僕たちがどうしてここに集まったのか、日本が親子が会えない、お前ら弁護士の悪徳弁護士の悪徳弁護士どものやっている親子断絶によって親子が会えない、1ヶ月に1回1時間2時間会えれば十分でしょう。面会交流阻止させたら成功報酬20万30万、そんなことやってる弁護士会館、弁護士聞こえてるよね、弁護士、クソ弁護士、余命が1ヶ月の人間にも1ヶ月に1回それしか会っちゃダメって言ったクソ弁護士、ここにいるんだろ、おいクソ弁護士、俺たちはな、意見を言うために正式な許可を取り、すいません、ちょっと裁判の報告やるんでちょっとだけでいいんで、短く音静かにして、すいません、正式に許可を得てやっています、僕たちは、ごめんなさい。もしあれやったら、もう違う場所でやってください。正式に僕たちは許可を取り、意見を伝える国民の権利を使い、こういう活動をさせてもらっています。ここの弁護士が何人もの親子を引き離している。何人もの親子を引き離して、そそのかして、金もらって、お父さんに会いたい、お母さんに会わせてくれ、そう言っている子供の声全部無視して、小銭稼いで小銭稼いで暮らしているクソ弁護士、ここにいるんだろ、出てこいよクソ弁護士、出てこいよ、出てこいよ、意見を伝える権利を、正式な許可を手順に乗っており俺たちはやってきた、小銭弁護士出てこい、話をするために来てくれるなら俺たちはこれをやめることができる、盗撮犯の弁護士出てこい、さっきここから出てきた弁護士、盗撮して隠し撮りして、さらにうるさいとか暴言吐いて出て行って、なんなんだお前ら、頭いいくせに法律的な話じゃなく暴言のみ、だから頭のいいバカは嫌いやね、俺は頭がいいくせにバカになって、バカになってバカになって脳みそ働かない、判例とかもそうだ、何でもそうだ、単なるコピーペースト、単なるコピーペースト、おい裁判所、家庭裁判所、1ヶ月1回2時間何の基準があんだよ、理由説明してくれって言っても理由説明してくれない、なぜか
理由も基準もないからだ。そうだ。なんで理由も基準もないくせに1ヶ月1回2時間でいいでしょうとか、わけわかんない。